よそはイエスと TOTO の元メンバーを組み合わせた短名のアメリカンドックスーパーグループサーカからのスピンオフバンドである。ルクセンブルク公演バンドはボビー・キンボールとサーカが2009年初頭にイタリアのツアーで一緒に演奏する計画から生まれた。5人全員で AKA という名称を発表したが、これは後によそに変更された。シェレンが他のプロジェクトで忙しくなり、 以前に、シャーウッドや、元、イエスのギタリスト、トレバー・ラビンと働いたことのあるルイモリの3世が、交代した。アルバムの録音は2009年に行われた。2009年10月、メキシコにて3日間の演奏を行った。12月、シャーウッドは、バンドに、ジョギ・コルテスをドラムとして迎えたと発表した。また、彼らのマネージャーとして、デレック・シャルマンを引っ張り出した。 2010年初頭には、いくつかのライブを続けていった。2010年7月、フロンティアーズレコードから彼らの唯一となるデビューアルバム、エレメンツ要素、マイナスがリリースされた。また、それに伴うツアーのために、バンドは新しいラインナップを発表した。キーンボール、シャーウッド、K に加わったのは、ドラマーのスコット・コナーと、ギタリストのジョニー・ブラーンズだった。 彼らのライブでは、TOTO のクラシックナンバーや、イエスのクラシックナンバー、そして彼らの新しいアルバムからの曲をミックスしたセットが演奏された。2011年にバンドは解散し、ブラウンズは、ケイト・シャーウッドのもう一方のバンド、サーカに、もう一度ジミーホーンと交代する形で加わった。ありがとうございます。